はい、皆さんこんにちは。ナグムシ研究者の後藤です。今回は網のセットの仕方を解説させていただきたいと思います。この動画を見れば網のセットをする方法がわかるようになりますので、ぜひ動画最後までご覧いただきたいと思います。ちなみに私、後藤圭がテレビやラジオに出た時に、ナクムシの魅力、ナクムシ文化について発信してます。このチャンネルでも、ナクムシやいろんな昆虫の取り方、飼い方の動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは始めます。そしたらね、網の組み立て方やりましょう。これね、東京の滋賀昆虫普及したというところからね、買った網ですよ。よいしょ。はい、この中にね、網のセットが入ってまーす。はい。はい、こういう感じで入ってますね。広げたらこうほら網になってるでしょ。これいつもよりねちょっと小さめなんですよ。径がね36センチなんですね。普段使ってるのは径50センチありますからね。径というのはこの半径ですね。網を広げた時のこの半径がちょっと小さめなんです。なぜこれを買ったかというと、樹上性のね、ちょっと高いところにいる虫を取りたくてね、あえてこの径の小さめのを買いましたね。これ、バネ式って言うんですけどね、いつも網とかね、網の部品を買ってる滋賀昆虫普及者のカタログなんですけどね。ここにありますよね。私が買ったのが、これですね。網の実36センチ。普段使ってるのはこの、もうちょっと大きいやつね。径50センチなんですけど。今回、あえて小さめのをね、36センチのやつを買いました。そして、この網をね、やっぱり金具でセットしないとね、使えませんから。まあ当たり前の話ですけど。で、これなんですよね。シガ型ポケット金具、バネ付きっていうやつなんですよ。これもね、いろいろ、径によってね、大きさが違ってきます。私は今回は、その36センチ、これですね。これを買いました。で、あとね、形がいろいろあるんですけどね。私はね、こういうのを使ってたんですよ。これ、もともとは釣り用の網の金具なんですけどね。まあ、こういう、これバネ式じゃないですよね。こういうもう、固定されたやつ。これでこう広げて、こうなってるんですね。ここで、ビスで止めてあるんです。こんな感じですね。こういうやつ。で、これだったら、ここのね、付け根がね、折れちゃうんですよ。これがその折れたやつなんですがね、こういうふうにね、こう、接続して、ここからこう網の絵をね、入れるんですけどね、これ折れちゃうんです。釣り用のやつはね、おすすめしません。で、メーカーさんに確認したらね、釣り用の網っていうのは、障害物のない水中で使うんで、まあこういう折れだっていうのはね、聞いたことないって言うんですよ、今まで。ただ、昆虫採取っていうのは、もう木とか枝とか障害物だらけですからね。だからここの付け根が折れちゃうということで、もうそれからはもうずっと、滋賀昆虫普及者のね、バネ式のね、網を使うようにしてます。で、これ注意してもらいたいのはね、これ、まず袋を開けますけど、バネ式なんでね、そっと開けないとね、ぴょーんとね、飛んできちゃうんですよ。うん。そこをね、ちょっと注意してください。これね、これ今、折りたたんでる状態で、ビョーンとこのバグぐらいにね、バネ式ですから伸びるんですけどね。それ、ここをね、外すところにね、ゆっくりしてください。うん。ゆっくりして外さないと、ピョーンと飛んできますから。これね。これ、
止めて外すと、もう一気にビョーンと飛んできますから。あともう一箇所ね、これ二箇所で止めてますんで、でビョーンと飛んだらバネが跳ねたら危ないんでね、顔近づけないでくださいね。顔に当たったら危ないから、こうやってね、だから下でね、片手でこう取りながら下で必ず掴んどいてください。でないとピョーンと跳ねますから。さあ今からね、バネを広げますから乗ってくださいよ。こうやって、ね、ゆっくりね、ここをそうこうやってゆっくり、こうやってゆっくりね、ああ危ない、ほらね、穴になったでしょ。これね、ちょっと軍手してね、やった方がいいですね。うん、危ない危ない。これ付け根はネジ式なんですよ。A のところにね、これねじ込むんです。その前にね、大事なことが、この網にね、これ通さなきゃいけない。どうするかといったらね、ちょっとここからはちょっと軍手してやろうか。ちょっと軍手するの忘れたな今、ね、軍手皆さんしてやってくださいね。危ないから、怪我したらあかんからね。ここね、ネジを外します。はい、こんな感じですね。でこれをね、最後に引っ張るんですよ。こうやってほら、今カチッと取れたでしょ。最後に引っ張ります。はい、片一方取れました。もう片一方もね、これ引っ張ったら簡単に取れますから、はい、何もね、難しいことはありませんから。でこの網を通すわけですね。こうやってね、これ穴が開いてますからね、足の方からね、スーッと通していきます。はい、これ外に出たら2つ合わさってるんで、中に通してください。あ、通った。はいはい、通りました。やっと。でこうやってね、網のシワをね、時々たごり寄せながらね、全体的にね、このバネを通すわけですね。はい、こういう感じで時々ね、たるみを右側に寄せながら、はい、通りました。はい、今通りましたね、ちゃんと。はい、これでね、網がちゃんとバネ金具にね、通りました。そしてここからです。こっからさっきのこの止め金具、これにまた通すわけですね。こっからね、簡単に通りますから。はい、左、そして右側、こうやってね、簡単に取ります。ここのね、ネジ穴、この上にあるからね、ここに、このバネの穴に合わせます。左右うまく合わせないとね、これネジできませんから。今まだね、ちゃんと左右合ってないです。ちょっと穴がね、ほら、わかりますかね、穴がちょっとずれてるでしょ。これじゃダメなんですね。穴をこう合わせる。あ、また外れた。ちょっと行き過ぎたね。はいはい、今合いました、ちゃんと。はいはい、これでね、ネジを止めます。もうちょっとやな、ちょっと、もうちょっと左に行かなあかんね。よしよし、行っていた。 OKOK、ね、ちょうどこれ合いましたね、穴に。このネジの穴と合わせて、そしてネジを締めるわけですね。ここを合わさなければね、これネジ締められませんから、ちゃんとね、合わせてくださいね。ほら、こうやってね、まあ、簡単です。ネジ止めました。はい、もう手で簡単に、ね、締められます。はい、あとはね、ここに絵をつけるだけですから。この新しい金具とね、これの違い、ここ折れちゃってるんですよ。
これ50センチ径のね網用なんですけど、これ左側のように普通ここまでね金具ここまであるんですけどね、このちょうど1センチの部分、端の部分が折れちゃってるんです。だちょっとね網がふにゃっとこう使う時になるんでね、やりにくい。だこれは消耗品ですから、もうしょうがないです。いつか折れますから。もうこれ 3年以上使ってますからね。だこれ50センチのね普段使ってる網の金具を外して、ちょっと緩めてやらんなかな。よいしょ。よし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 。ちょっとこうね、こう回しやすいようにね、今こう下げたんですね。でこれね、左手に軍手してるとね、これ金属製なら滑ってねやりにくいんですよ。だからこれ左手は軍手取ります。で素手でね、絵を持って、そして右手は軍手、これで簡単にほら上げれますからね。はい、これで普段使っている50センチ径のね大きな網のネジと、ね、ネジと金具は取りました。でこれを新しく購入した小さめの網36センチのねこの網につなげるわけですね。あとはもうこうやってネジるだけですから簡単です。はい、これできました。完成です。いや、ほんと小さいな。私も初めて買ったんですよ、これ。36センチというのは。ほんとちっちゃい。いいですね。これ、高木の高いところにいる虫を取るのにね、ちょうどいいですわ。一つね、注意してもらいたいのは、採集してたらね、障害物、木とか枝に当たってきたらね、ここのネジが緩むんですよ。だんだんネジ緩んでくる。まあ、一回、二回ではそんな緩まないけど、何十回も使ってたらここ緩んでくる。だから常にね、採集する直前に、ここを手でね、締めてください。これ、私ね、それをせずに、落としたことあるんですよ、ネジを。これまたネジね、部品買わなきゃいけませんからね。で、何よりも、そのまでもう採集中断しなきゃいけません。これ、ネジ取れちゃったらもう、網、もうポロッと取れて使えませんから。そこだけ注意してくださいね。はい。普段使ってる50センチの網ね、どんなもんか見ましょうか。50センチのね大きな網です。これ大きいからね、虫取りしてる時に歩いてたからね、足で網踏んづけちゃう時あるんですよ。そのぐらいねでかいです。だからこれよりもっと大きいサイズ60センチがあるんですけど、最初それ買おうかなと思って迷ったんですけど、もう50センチでも網踏んづけるんでね、もう60センチはダメだなと思って、ずっと50センチです。こんな感じですね。こんなにでかいんですよ、ほら。こんなにでかい。これ、計50センチです。右のね、ここから左のここまで、50センチ。開けるとこんなにでかいんですよ。ほら。こんな大きさですから。まあ、普段ね、私の採集動画見てる方だと分かりますね。あれがこれです。50センチですから。ほら、今日買ったこの36センチの径と、もう全然違いますよね、大きさがね。はい。いいですね。さあ、これでね、高いところにいる虫をたくさん取りますよ。はい。いかがでしたか？このね、網の組み立て方、ご参考にしていただけましたでしょうか？おもちゃのような網では、なかなか虫取りはできませんから。ぜひ本格的な網で昆虫採集楽しんでみてください。虫捕りはほんまにおもろいね。皆さんもどんどん昆虫採集楽しんでみてください。はい、今回はこの辺りで皆さんとお別れしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。